このチャンネルは山梨の片田舎で一人でゆるとを作るじいさんの風船機です。今回は40フィートのコンテナを設置するための基礎のコンクリート打ちです。前回の地獄の穴掘りのさらに上を行く過酷な作業となりました。ご覧ください。こんにちは、よろじいです。ですね。やっとですね穴掘りが終わりまして、今日からですね、やっとコンクリートを、打つ、段取りになりました。ですねコンクリートを打つっていうのはなかなか普段やらないことなんで、ちょっと、勝手が違うんでどうなるか分かりませんけども、とりあえず、掘った穴がどんな感じかっていうのをちょっと、ご覧いただきます。こんな感じですね。これが苦労して割った石ですね。こちらも一部石は残ってますけど、底の方なのでまあ影響はないかなとは思いますけど、全体だと、こんな感じになりますね。これから砕石を入れて、その後、コンクリート打ちになります。これがですね、お手製の転圧機ですね。今、砕石を入れてから転圧を済ませたところです。
やっとですね、ベースになる、コンクリートが、打ち終わりまして、これからですね、基礎の立ち上がりの部分ですね、ボイド管っていう紙の筒ですけども、これにコンクリートを打って、そして基礎を完成させたいと思います。それでとりあえず今、ベースに打った、状態をですね、見てもらいたいと思いますけど、もう一応とりあえず6箇所同じような感じでもって、ベースになる、コンクリートを打ちました。当初考えていた、コンクリートの量よりも穴の方がやっぱり大きかったようで、計算よりも、ちょっと多く、コンクリートが、必要でした。今ですね、見ていただきましたけども、まあなんとか6箇所ベースを打ち終わりました。ですね、当初考えていたよりも、まあ想像はしていたんですけど、まあ年も年ってこともありますけど、やっぱり手で練るっていうのは、かなりな、リスクがあります。まあ一番最初なんで、仕方なく、手で練りましたけど、これからユルトの方の基礎とかユルトの、壁を一応モルタルで仕上げようかと思ってるんで、その時には、まあ、モーターのついたミキサーを、少し楽をしたいなと思います。それではこれからですね、ボイド管の、コンクリート打ちを始めたいと思います。
これで天場調整が終わりました。あとはコンテナが来るのを待つだけです。